ファンの作ったポスター、ウンベルト D は1952年のイタリアの映画。監督はビットリオ・デシーカ。脚本はチェーザレ・ザ・バッティーニ。音楽はアレッサンドロ・チコニーに。デシーカはこの作品を自身の父親に捧げた。出演している俳優のほとんどが素人である。主演のカルロ・バッティスティはフィレンツェ大学の言語学教授だった。 わずかな年金の引き上げを求める、高齢男性の街頭デモを警察が分散させる。デモの一人は、ウンベルト D ・フェラーリ、引退した政府の労働者である。彼は、自分の部屋に戻る。宿の女将は、彼が延滞野人を払うことができない場合、月末に、フェラーリを立ち退かすという。イングマール・ベルイマンはこの映画を愛好していたとされる。 マーティン・スコセッシは1999年のドキュメンタリーマーティン・スコセッシ私のイタリア映画旅行で同作を取り上げネオリアリズムの極限なすべもなく立ち尽くすとはどういうことかを描いている人間の経験のとてもベーシックなレベルをデシーカからの大切な贈り物だ彼の父親と我々へのとコメントしたありがとうございます